さて、こうした気圧に代表される圧力は、ある一定の面積あたりにかかる力として表します。力の単位にはニュートンが使われ、1平方メートルあたり1ニュートンの力が加わった時の圧力を1パスカルとする決まりになっています。待ってください。まずニュートンってあのリンゴの話で有名な。そうです。リンゴが落ちるのを見て万有引力の法則を発見したあのアイザック・ニュートンにちなんだ単位です。詳しいことは物理編で説明しますが、ここでは1ニュートンの力は 100g のものを持った時に感じる力と理解してください。このくらいのみかん1個の重さがちょうど 100g ぐらいなので、みかん1個を持った時に感じる力が1ニュートンになります。はあ、なるほど。それともう一つ、パラソルでしたっけ？パスカルです。1パスカルは1平方メートルあたり1ニュートンの力が加わった時の圧力なので、1平方メートルの床にみかんを1個置いた時にかかる圧力が1パスカルということになります。私たちが普段生活している地上の大気圧はその10万倍以上、およそ10万1300パスカルにもなるんですよ。これを1気圧と言います。え、10万個のみかんに押されてるってことですか？まあ1平方メートルあたりですけどね。ちなみに気象学の分野ではパスカルの100倍の単位であるヘクトパスカルがよく使われます。10万1300パスカルなら1013ヘクトパスカルになります。ヘクトパスカルって台風の予報でよく聞きますね。はい、台風の中心気圧を表す単位としてヘクトパスカルが使われています。